米海軍はバージニア級の攻撃型原子力潜水艦3隻の修理で請負業者による承認事項でもなく報告もなかった溶接作業の実施が判明し、3隻の作戦出動を規制する措置を講じたとの声明を発表した。問題の作業が加えられていたのは3カ所の蒸気管の曲折箇所で、軍需企業ゼネラルダイナミックスエレクトリックボートの提供部品、同社との共同の品質検査で蒸気管の追加の機能検査や修理が必要と判断したという。米軍事専門誌ディフェンスニューズは、問題の蒸気管は原子炉内で生じる蒸気の水力システムへの取り入れを促す機能を持つと伝えた。同氏は海軍高官の話として、問題点を放置しておけば長期的な摩耗が生じる懸念があるとも報じた。出動体制に影響が出たのはジョン・オーナー、ノースダコタにミネソタの原潜3隻。この中でジョン・オーナーは今月1日米バージニア州の米海軍造船所で就役式典が催されたばかりだった。海軍のグリナート前作戦部長は式典で、同潜水艦には最新のハイテク技術が盛り込まれ、海軍保持の兵器の中で最も決定的な打撃力を有すると誇示していた。米海軍によると蒸気艦には別の企業2社も絡み、必要な調査を行っているという。未承認の溶接作業は造船企業の下請け会社が行っていた。